これまでにも数々の不適切発言で世間を騒がせてきた川勝平太静岡県知事、4月1日県の新入職員の前で行った訓示の中で職業差別にしか取れない発言をした。これを受け川勝県知事は翌日2日に会見を開き、発言の釈明を行った。しかしその内容は無理のあるものばかり、最終的にはメディアの切り取りだと報道に責任転嫁し逃げ切ろうとした。しかし記者から今後誤解を生まないようどうするつもりかと尋ねられると、突如として辞任の意を発表したのだ。今回は問題発言知事ついに退場。最後まで人のせいにし続けた見苦しすぎる言い訳会見と逆切れのような辞任宣言。これまでの川勝知事の失言のまとめと、嫌われ知事の退場で希望が見えてきたリニア開通について紹介していく。静岡県の川勝知事の問題発言は、4月1日の午後、この春県に採用され本庁の配属となった75人の新人職員に訓示した際に飛び出した。県庁というのは別の言葉で言うとシンクタンクです。毎日野菜を売ったり牛の世話をしたりするのとは違って、基本的に皆さんは知性が高い方たちです、などと発言したのだ。この知事の衝撃発言を受けて県には職業差別だとして電話やメールなどで批判や苦情が相次ぐこととなった。県の校長広報課によれば、2日午後5時までに電話やメールなどで430件余りの苦情が寄せられ、発言は許せないとか、農業をバカにしているのではないかなどの苦情や批判、とにかく否定的な意見ばかりが寄せられる事態に発展したという。この不適切発言を受け、川勝平太知事は2日午後6時からメディア各社の取材に応じた。この中で川勝知事は開口一番、職業差別はしていないと述べ、職種が違うということを言っただけと苦しい釈明。その上で全体の趣旨を見てほしいと強調し、公務員として人の役に立つようなことを考えなくてはいけない、しっかり知性を磨いてくださいという意味のことを言った。県知事になり、どの職業の方たちも大切で、県民すべてが大切であるということでやってきたので、もし不愉快な思いをされた方がいれば誠に申し訳なく思いますと話した。公務員の仕事の大切さを説くために農業や酪農、その他の職業を比較してバカにするような一文を入れる必要はない。全体の趣旨が間違っていなかったとしても、知事の言葉には確実に差別的なニュアンスが含まれていたことは言うまでもない。知事の発言は釈明の余地がないほど完全に一定の職業を卑下する内容だった。しかし知事はこの世間の反応に対し、問題発言かのように受け止められているのは驚いていると述べた。さらには発言の一部をメディアによって切り取られたという認識を繰り返し述べ、ジャーナリズムやメディアの質の低下も感じるようになった、誠に残念なことです、などと言い放った。そして最後に記者から、今後勘違いを生むような表現をしないための対応について問われると、川勝知事は、こういう風潮には憂いを持っています、どうしたらいいかなと思いよく考えたが、今年6月の議会をもって職を辞そうと思うと述べ、突如として来年7月4日までの任期の途中で辞職する意向を表明したのだ。苦しい言い訳をして最後には突然の辞任表明、逆切れのような知事のこの態度に現場の記者からは、不誠実だ、県民360万人に関わることなのでしっかり説明すべきではないかなどと怒号に近い呼びかけが飛び交ったというが、知事はこれに応じず、囲み取材の場は大混乱となったようだ。この問題発言とその後の会見に関して世間からは、農家の人への差別発言聞くに堪えなかったよな、農家の人の方がはるかにこいつより生産性もあるし世の中の役に立ってるやろ、静岡川勝知事を自分の知性が高くないからこういう発言をするんだろう、牛の世話をしている酪農家、八百屋、スーパー、ものづくりに携わる人たちに謝罪して辞任せよ。彼は今後牛の世話、野菜の栽培、販売を最低1年汗水垂らして体験し、自らの過ちを実感として認識し、それから国民に土下座して初めて許されるレベル、
賢い人は差別なんてしないは基本的に嘘だと思ってるけど、職業差別に限っては例外だわ。そもそも必要性があるから特定の職業があんのに、そこに優劣があると思ってるやからって社会の仕組みを理解できる知能すらないんだと思う。エジプト出身タレントで政治関連の意見を多く発信しているフィフィも自身の X で、川勝知事、職業差別発言をマスコミの切り取りだと逆ギレするのには無理があるし、辞めるなら今すぐ辞めるべきだよ。何のための G なのか。自分は悪くない、悪くないけど辞めるって下手なプライドが見苦しい、など呆れのコメントを発信していた。ちなみに FNN はマスコミの切り取りとの知事の発言を受けて、新入社員に対する知事の発言の全文を掲載している。さて、川勝知事の不適切発言は今回が初めてではない。これまでにも不適切発言を連発しており、その度に問題視されてきた。2019年12月、県が構想する施設の整備をめぐって県議団らと面談した際のこと。県議について、やざもいる、ごろつきもいる、反対する人がいたら県議の資格がない、などと発言。これに関しては後に記者会見を開き謝罪した。2021年10月には浜松市で行われた山崎慎之介氏への応援演説でも問題発言を繰り出した。川勝知事は御殿場市について、コシヒカリしかない、飯だけ食って農業だと言っている、などと発言。静岡県知事という自身の立場を忘れてしまったのだろうか。浜松市を褒めるために御殿場市に対し地域差別的な発言をしたのだ。この発言はもちろん問題視され、翌月臨時県議会で辞職勧告決議案が可決される事態にまで発展。しかし川勝知事は辞任を否定。同年冬のボーナスと12月分の給与を自主返納する方針を示した。ところが返納に必要な条例改正案はなぜか提出せず、結局川勝知事には全額が支給されたのだ。来年は生まれ変わると富士山に誓った、などと意味不明の謝罪の言葉を残し、処分に関してもうやむやになった。富士山に立てた誓いも虚しく、さらに同じ年の12月には6月の知事選期間中に女性蔑視とも取られかねない発言をした。この発言はかつて自身も学長を務めていた静岡文化芸術大の学生に関するものだった。学生の8割くらい女の子、11倍の倍率を通ってくるので、みんな綺麗、顔の綺麗な子はあまり賢いことを言わないと綺麗に見えない、ところが全部綺麗に見える、という容姿と知性を結びつけるような発言に批判が集まり、後に撤回する事態となった。その後も今年3月には県庁を表敬した磐田市に本拠地を置く女子サッカークラブのメンバーに対し、静岡県内の磐田市と浜松市を比べ、磐田は文化水準が高い、浜松よりもともと高かった、こういった言い方すると語弊がありますけども、歴史的にはね、天竜川の東側の方が中心だった、などと文化水準を比べるような発言。さらに日本のスポーツマンの精神を語るシーンでは、ワールドカップで日本のチームがロッカールームをきれいに片付けている例を挙げ、それは男の子はお母さんに育てられるし、お母さんも持っているんですよ、と話し、子育ては女性のものであると取られかねない時代錯誤すぎる発言も展開していた。この発言に関しては当日午後の定例会見で女子サッカーチームの表敬訪問を取材した記者が一連の発言を問いただした。これに対して川勝知事は、歴史的事実で市民の共通認識だ、相手が不快に思われたり相手に無礼を働いたりしたら問題があるが、そういうことはなかった、などとし、発言の修正撤回など必要はないと退けた。ところがこれらの知事発言にとうとう自民党県議団がしびれを切らした。特定の地域を比較して一方を侮辱したなどと非難。そして県議会最終日、提出議案の採決前の討論の中でこれに言及。自民党県議が、文化が高い低いとの表現は重大な差別発言だ、知事と県民の意識にかつてないほどの隔たりができている、などと異例の苦言を呈することとなった。さらに公明党県議も、知事の立場にありながら他人や自治体を自分勝手な基準で評価し、思いのまま発言するのは許せない、
などと怒りをぶつけた。しかし県議会の中で本人の意見が求められる場面はなかった。そのため議会後、これに関して記者が発言の意図について川勝知事に質問すると、知事はこう答えた。子育ては両方でやるものですよね。両親だ。ですから優劣は何もないということで、侍ということの脈絡でレディ侍という言葉もありますよと。お母さんの役割も大きいと、お父さんも大きいという脈絡で申し上げたと意味不明の釈明をしてみせた。もはや日本語になっていない。このような不適切発言が続いていた川勝知事。しかし問題は彼の失言だけではない。東京品川と名古屋間を最速40分で結ぶリニア中央新幹線の問題だ。2027年の開業を目指して工事が進められていたが、 JR 東海は今年3月29日当初の開業予定を断念する方針を示したばかりだった。その原因になっていたのが静岡県、県が静岡工区の着工を認めないことから、 JR 東海は開業予定を2027年以降に改めたのだ。問題となっている静岡工区は、長さ 25km に及ぶ南アルプストンネルのうち、静岡市葵区を通過するわずか 8.9km の区間。しかし静岡県はこの区間が大井川水系の源流域にあたり、大井川水系の数量が減少することに懸念があるとして着工を認めていないのだ。大井川水資源や南アルプス自然環境の保全に入念な対策を求め、応じるまでは県内での工事を認めない姿勢を貫いてきた。川勝知事は JR 東海に対して、静岡工区のトンネル工事で出た湧き水全量を大井川に戻すよう求める意見書を提出していた。これに対し JR 東海は、大井川流域の利水者と直接協定を結ぶための交渉を始めていた。ところが、この時の JR 東海の動きを知った川勝知事は、水は一部戻してやるから、ともかく工事をさせろという極めて傲慢な態度で臨んでいると JR 東海に対して強い不満を述べた。さらに川勝知事はリニア静岡工区の着工を認めない最大の理由を、大井川下流域の利水に支障があり県民の生死に関わると表明。大井川水系62万人の命の水を守らなければならないと静岡工区の着工を認めない姿勢をさらに強くした。ところがその後の地元ジャーナリストの追及によって、大井川広域水道に十分な余裕があり下流域の利水には何ら問題ないことが明らかになった。それでも川勝知事は水を理由に着工を認めようとはしなかったのだ。結果リニア開通は2034年予定に改められていた。しかし今回自らの失言で自爆した川勝知事の辞任によって、関係者の間ではリニア事業前進への期待が高まっているという。多くの人が県のリニア対応の大きな転換点になるとの見方を示した。川勝知事の辞意表明がニュースとなった直後、ネット上でもリニア開通がトレンドワードとして急上昇した。しかし一方で突然の辞任表明に戸惑いも見られる。リニア問題に関する県有識者会議専門部会委員の一人は、知事の突然の辞意表明に、次の専門部会に向けて JR と協議している最中、投げ出しと受け取られてもしょうがないと話した。県がすぐに主張を転換することに否定的な見方を示しつつ、議論の方向性が変わることは間違いないと見解を述べた。川勝知事の後継によっては開業時期にめどがつく可能性もある。知事の辞任とリニア開通の希望が見え出したという2つの朗報に世間からは、元気なうちにリニア新幹線に乗りたいので僕にとっては今回の件は朗報、地域職業差別発言や中央新幹線建設の妨害ばかりすればそりゃ大きな批判しかない、次は全寮制の高い知事が来ることを願うばかり。一方で慎重な意見も、自分自身はリニア推進派、確かに今回川勝知事が辞任することでリニア問題が動く可能性が出てきたのは事実だけど、後継が推進派になるとは思わない方が良いと思う。静岡県知事は辞職しようと思っていますと言っていますが、辞職しますとは言っていません。またどこかで発言を翻すかもしれません。騙されてはいけません。即刻辞任を求めます。ボーナス給料返上発言もうやむやにした過去がある川勝知事。果たして本当に辞任するのか、
そしてリニア開通はいかに。今後の動向に注目が集まる。